フェイトグランドオーダー10月9日の更新で、グダグダ復活かと思ったら復刻かと思ったら新規のイベントだった。グダグダ邪馬台国2020なんだと。そして今回実装がやばいっすよ。まあ、とりあえず、ピックアップ召喚これを見ましょう。卑弥呼、斎藤はじめ、うん、まあこれはわかる。まあ確かにこの二人も素晴らしいけども、あれ、ここに乗ってないぞ。まあいい、ガチャをしよう。そして出そう。どうしようかな、まず古墳行こうかな。卑弥呼か、邪馬台国か。まあイベントだからね、うん、イベントレース終わればボーナスもつく系かな。しかし斎藤はじめ早っ。セーバーカート中エロスタイル、新選組3番隊隊長斎藤はじめだ。親愛を込めてはじめちゃんとでも呼んでくれ。そんな性格このゲームだと。あ、いや、やっぱダメだ。で、あんたがマスターちゃんなわけね。ちゃんマスです、いい面構えじゃないの。ああ、そうそう、僕ってば堅苦しいの苦手だから、そんな感じでよろしく。幸先いいね。はあ、ああ、はあ。ちょっと冷蔵でここまで興奮するのは久々だよ。いい冷蔵だ。あ、間違えた。落ち着け。いくら興奮があるからといって麻婆を食べて落ち着け。鎖国の単発の方の10回ボーナスで2回引き。ここはまだでしたね。まあ、グダグダ関連が来るのはね、最近のピックアップ召喚復活の、おお、豊富で。私は邪馬台国の女王卑弥呼、常世の調停者にして光の巫女。我が託戦がそなたの道を開かんこと。え、そうは見えない。いいキャラ編だよね。まあこの格好じゃ仕方ないか。つまりいずれイオも出てくるってことかな。と思ってる。卑弥呼に比べたらすぐに。卑弥呼様すごすぎたんだが。リアリティは低そうだな。となることを予言しておきましょう。いやー、すごい今回。後半はさすがにないかな。日替わりであるぐらいかな。まあとりあえず2人ピックアップのが出たんで、じゃあこれで終わりません。まあすでにねご存知の方も多いでしょうけども、グダグダといえばあの賭け、そしてまだ実装されていなかったあいつがいるよと。うん、もったいぶるね。読み込みが入った。これは期待できるかも。これは新規の何かが出るってことじゃないか。違いましたね、単に回線不良でしたね。はよはよ。
レウ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 。小筆は出なかったが、まだ7枚あるけども、ボーナス分がね、あるから、とりあえずちょっと、10連の方でパッと回しましょう。お、金キラ金。金玉キラキラ金曜日。どっちかな？アーチャー。アタランテ。すり抜け姉さん。いや、目当てのあいつが来ないぞ。お、ちょっと読み込み入った。こっから光る。しかしライダー、マリー、マリーもう5いってんじゃなかったっけ。またうっすら読み込みっぽいの入った。これは違うか。レイソー、このレイソーもかっこいいね。また金キラ。セーバー、サイト始めかな。だね。おや？なかなか来ねえな。おや？ひどい。その残りの。コフ、頑張れ。もしかして、こっちで。出たりするのかな？来たー。織田家当主、織田信長が弟、織田信勝。アーチャーのクラスにて参上いたしました。姉上リスペクト。そうそう、言っておきますが、この信勝、姉上以外に従う気はありませんので、そのおつもりで。ところで姉上はどちらに？やったね。フレポだったらすぐにね、5にできるね。大成功2倍とかのが、うん、これはあれか、舞台のキャラか。イベントボーナスで信勝、信勝星1、いいじゃないか。レベル100にしてあげるよ。僕じゃなくて姉上に献上してくれませんか。いい子だな。ボックスガチャ頑張っとけばよかったな。あら、姉上の水着姿とやらに合わせて僕もこしらえてみましたが、どうですかね。ニコニコですよ僕は。まあ僕が成長したところで姉上には遠く及びませんがね。だから僕なんかに期待しても無駄ですよ。お、魔王リスペクト。これが僕？まるであの僕の知らない姉上みたいだ。そうか、
僕もあの姉上みたいに。ちょっとどの霊気のコスしたらいいですかね。通常の部活のコスは何度かしてるんですが、姉上にっこり。かわいい。ええ、僕みたいな半端な英霊がここまで来れたのはあなたのおかげです。まさか僕にこんな明日があったなんて、あの頃は思いもよりませんでした。ありがとうございます。やったね。はい、聖杯どうぞ。もう頼みがないよ。今日で金枠まで行かせることはできなかったけども、まあとりあえずよしとしましょう。いやー、今日はよく眠れそうだ。ありがとう。そしてありがとう。